おはようございます。今日はとりあえずタコの方の沖堤防、まあ昭和ジギングの始めのシーズンってことで、シーズン始めってことで、魚種が正直どんな魚種が回ってくるか分かりませんって言ったところで、今日はもうタックルの方も SLS、SRF、ランウェイ、XR と3機種もう何が来てもとりあえず大丈夫なように揃えてみました。まあ取れる魚をちょっと使い分けながら取っていきたいと思います。おなんか食いましたよ、ボトムでちょっとちっちゃいね。まあ今シーズン初の、自分初の総出があって、アフターバーナーミニ 15g でよし、食いました。マジかそこだアフターバーナー 12g まで落とし、シルエット落として、で、まあ、水面近く、足元近くでしたね。で、ヒットしました。朝一、第一投目です、はい、とりあえず今潮目が出てるんで、上面、まあ、カウント5ぐらいから、うん、上から探ってみます、うん、もし今ここで反応する魚いたらもったいないんでね、上から本当はもうできればボトムまで一回落として潮の様子見るのが一番ベストかなと思うんだけど、今結構潮目も出てるんで、とりあえず上面から。タックルは今使ってるのはランウェイ SRF10.1LF です。フィニスモデルですよね。フィニスモデル、はい、どんな竿なんですか。フィニスモデルは、まあ、一応サーフなんか あのフラットフィッシュをなんかメインでこう使えるように作ってみたんですけど、まあ、ライトショアジギングでも十分活躍してくれるロットなんで、ルアーのウェイト今アフターバーナーの 30g 使用してます。でこれが今年あのリニューアルして、はい、カラーの方が新色がずらっと出てくるんで、うん、新色のこれはピンクイワシですよね、はい、うん、朝一この色から、朝一そうですね、まあ、とりあえず派手めなピンクから。ああ、多分小さいの今出ましたね。今その前に一回カツンって当たったんですよ。でそれを言おうかなと思ったらカツカツカツ。これちっちゃいした、ちっちゃいジグの方がいいかもしれないな。とりあえず岸から岸壁沿いの 5、60m のところの潮が効いてる場所があるんですけど、その辺で今何回かフォール中でバイトがあったんですけど、なんかどうも魚が小さいのか、それがベイトなのかちょっとはっきりわからないんで、とりあえずアフターバーナー SLS、 タックル SLS まで落として、でアフターバーナーミニの 15g でこの辺でちょっととにかく魚の正体を突き止めてからまた考えます。ここにベイトいますね、多分ラインにカツツって当たってるんですよ。で今カウント15g で8ぐらいで、やっぱベイトか何かが触ってきているんで、あーなんかちっちゃいのこれ、わかんないです。もしかしたら、あー今のまともだな手前来ちゃうと潮効かないですよ、本当に。うん、今はもうそのベイトがいる間、魚がいる間にそこでとにかく魚拾ってきたいんで、そうです、今そこまで絞れてきてるんで、もうそういう時はもう集中的にそこだけを、その辺だけを攻めていった方が、まあ、これがまた条件変わってくればまた手前まで探りますけど、魚の移動も早いんですかね。うん、多分そのライン上で、こっち側でも同じ目
距離、大体こっち側も同じぐらいの距離なんで、多分その辺でうろちょろしてるとは思うんだけど。よし、食いました。やっと食ったけど、なんだこれ。目いっぱいボトムですあ、ソーダだ、ソーダです。ボトムでしたね。でも抜いちゃっていいですか。おお、なんだ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 、こいつそんな引くか、これでっすね、こんなちっちゃいのに。いい？おいーす。はい、朝一。朝一来ましたね。はい、今さっきまでね、ベイトがちょっと上5秒8秒あたりにいて、そのベイトがちょっと反応なくなったんで、ちょっとボトムまで一気に落として、したらね、まあ、今シーズン初の、自分初のソーダガツオ。アフターバーナーミニ 15g でヒットしました。幸先よくソーダが出てくれましたね、はい、でもちょっとね、ボトムギリギリ。そんなに下なんですか。うん、まあ、正直この朝の時間帯なんで、上っ面で食ってくると思ってベイトがいたんで、その下から探っていたんだけど、ベイトもいなくなったんでやばいぞとで、まあ、ボトムまで落として、で、まあ、寝魚とかね、これだけベイトがいればマダイとかも出やすいんで、まあ、それを狙いつつやってたら、ソーダがヒットしてくれました。さっきのヒットパターンとして、ボトムから5回ぐらいしゃくって、またボトムを落として、そうですね、ワンピッチで、緩めのワンピッチで、そこから 3、4、5、4メーター、5メーター上げるような感じで、またそこまで落としながら。そうですね、はい。食ってきたのはどのタイミングで。食ってきたのもそれで巻き始めすぐです。ボトム落としてからちょんちょんゴンって入った感じだよ。ボトム意識してちょっとルアーのウェイト上げて、 30g まで上げて、ちょっとボトムをもうちょっとこうテンポよく探ってきます。はい、今日使ってるタックルなんですけど、まあ、とりあえず今日状況が朝からわからないっていう状態で来たんですよね。でもね、一応揃えてきたのが3セット XR シリーズと SRF シリーズ、 SL シリーズ、この3タイプをちょっと朝から持ち込んだんですけど、まあ、とりあえず朝、まあ、広範囲をちょっと幅広く探っていく、重ためのメタルジグで探っていくに SRF を使いました、まずは。それでちょっといろいろ探ってみて、まあ、その魚の居場所で、まあ、魚の活性というのをちょっと全部サーチして、それで、まあ、今日の場合はちょっと朝渋いという状態があったんで、もうすぐに SLS にタックルをメタルジグも落として、うん、で魚を拾ってきました、うん、でやっぱそういう時間帯でもこうやっぱ海ってどんどん変わってくるんで、まあ、そういう時はまた SRF で重ためのメタルジグでボトムから広範囲でっていうのは繰り返しで、まあ、そんな感じで今日一日、まあ、プランを立てて、うん、やっていこうかなと思います。で XR なんかやっぱ夕方、朝まずめ夕まずめ、この時期だと大型の青物ってなんかもこう結構回遊してくることが多いんで、その時にはしっかり出番が待ってくるんで、もうそうすればもう大きめの 40g、60g っていうのはアフターバーナーなんかでね、こう後輩を攻めていけば拾えるんじゃないかなと思います。はい、で今日使用してたアフターバーナーなんですけど、今までのアフターバーナーから リニューアルして新色10色が発売となります。まあ、今回ちょっとね、ホロとかすごいこだわって、ナチュラルなこのホログラム、本当にこうリアルな魚に似せたホログラムを使用して、
よりリアルにこうね見えるように仕上げてみました。ラインナップの方が20、30、40、60グラムとなります。で色の方が10色で、でもちろんこのアシストフックも標準装備され、はい、まあ、トリプルフックの方も装備されています。自分なんかの本当おすすめ、まあいろいろその場所にもよるかもしれないんですけど、自分は朝一やっぱゴールド系なんかおすすめしますね。で日中になってからやっぱこうキビナゴみたいな本当にナチュラル、あとフルシルバーみたいなそういう系で、意外と日中でもこう強いのがグロー系も強いですよね。意外と晴れた日とかそういう日でも夜だけじゃなくグロー系が結構強い時があるんで、また試してみてください。はい、このアフターバーナーの特徴なんですけど、まあ、アフターバーナーがもうできて十何年かな、うん、もう本当に昔からある基本的なメタルジグです。これで自分なんかもう絶対にアフターバーナーはもうパイロットルアーとして、もう朝もいろんなこう状況に反応してくれるんで、もう一番最初に手に取るのがアフターバーナーだと思います。でやっぱこうセンターバランス、見えるかな、センターバランスでしっかりした飛距離も出しやすく、でフォールアクションも平打ちフォールで、でもうただ引きなんかでもしっかりボブリングしてくれるような、もういろんなこうアクションに対応してくれるんで、もうどんな状況でも使いやすいと思います。とりあえず今ボトム、さっきねソーダがボトムで釣れたんで、今反応もちょっと少なくなってきてるんで、アフターバーナーで 30g までちょっとウェイト上げて、でタックルの方も SRF の 10.1 の LF ですに交換して、ちょっとボトム付近をテンポよく探れるようにやってみます。なんか食いましたよ。ボトムで。ボトムです。ボトム取って、巻き始めたらすぐ。で全然引かないです。赤旗だ。あ、カサゴか。じゃあ、ちょっとちっちゃいね。とりあえずね、ちょっと塩も、ちょっと軽くなっちゃって、でまあ遠投 30g SRF で遠投して、ボトムがちょっと広範囲で攻めたらガッシーが出てくれました。マジか、そこだ。イエース魚種追加できました。何ですかこれは。これは初号ですね。うん。もう今とりあえずちょっと魚も落ち着いてきちゃったんで、まあ、アフターバーナー 12g まで落とし、シルエット落として、で、まあ、水面近く、足元近くでしたね。でヒットしました。お疲れ様でした。今日朝からね、一応3種類ロット使い分けて、まあ、XR、SRF、SLS と、まあ、その時その時でいろいろ変えてみて楽しんでみました。今まあ一日十分遊べたんじゃないかなと思うんですけどね、はい、まあ、大物のシーラとかも回ってくるだろうし、 SLS シーズンも入ってくると思うんで、アフターバーナーとかね、このロット3本使ってもらって、うん、楽しんでみてください。お疲れ様でした。